すごいあのドカーンっていう爆発音で、で縦か揺れか分かんないぐらい揺れちゃって、最初車が突っ込んじゃったのかなと思ったんですけど、本当に上から煙が上がってた状態でした。2時半頃に新橋着いたんですけど、ちょうど100メートル離れたここの場所でもガス漏れの匂いがして、で自分の店に近づくにつれて結構激しい匂いがしたので、どっかで燃えてるのか、どっかで漏れてるのかなって思ったんですけど、